第四代、ロスチャイルド男爵ナサニエル・チャールズ・ジェコブ・ロスチャイルドは、イギリスの貴族、銀行家、政治家、慈善家、陸軍軍人。ロンドンロスチャイルド家の、元当主として、家全体を代表する一人。着流にあたるが、文家のエベリンが、経営権を握る、NM ロスチャイルドサンズから独立し、リット・キャピタル・パートナーズを創設して、独自の金融業を行っている。 1990年に、ロスチャイルド男爵の爵位を継承し、1999年まで、貴族院議員を務めた。1936年4月29日、第三代、ロスチャイルド男爵ビクター・ロスチャイルドとその戦災、バーバラ・ジュディスの長男として生まれる。イートン・カレッジを経て、オックスフォード大学、クライスト・チャーチを卒業する。これまで、ロスチャイルド家は、 ハーロー校を経て、ケンブリッジ大学へ進学するのが伝統だったので、異例のことであった。ニューヨークのモルガン・スタンレーに勤務して、財務を学んだ後、1963年から銀行、NM ロス・チャイルドサンズに共同経営者として勤務する。1971年には、ライフガーズに商意として入隊している。 また1971年から1996年にかけてはセントジェームズプレイスの社長も務めた。ジェイコブは NM ロスチャイルドサンズ内では投資部門リットを主導した。ジェイコブはリスクを恐れない積極的な M&A を好んだ。彼の主導で NM ロスチャイルドサンズには外部からの資金が大量に流れ込むようになり、それを元手に 積極的な企業買収が行われた。その買収の一つがグランドメトロポリタンだった。当時イギリス史上最大のお金が動いたと言われている。ジェイコブの企業買収で NM ロスチャイルドサンズの業績は急速に伸びた。しかし NM ロスチャイルドサンズの経営権は株式の60%を持つ分家のエベリンが握っており、ジェイコブの父である。 第3代、ロスチャイルド男爵ビクターは20%の株しか持っていなかったから、やがて、ジェイコブの大胆な M&A 路線は堅実経営を、このムエベリンから独断に過ぎると批判されるようになり、NM ロスチャイルドサンズの内部対立は深刻化した。この争いを仲裁するために1975年に、父ロスチャイルド卿が、頭取に就任する。 しかし結局父は筆頭株主エベリンを支持したのでジェイコブは1980年にリットを率いて NM ロスチャイルドサンズを飛び出した。エベリンからは5本の矢を商標として使用するのを止めるよう求められたが5本の矢は商標登録されていなかったのでジェイコブは その要請を拒否し、NM ロスチャイルドサンズの、下を向く5本の矢に対する当て付けで、上を向く5本の矢を商標にした。この後、NM ロスチャイルドサンズは、エベリンの方針の下、堅実経営に戻り、対するリットは、ジェイコブの方針の下積極的な投資、企業買収を推進するという対照的な道へ、進んでいくことになった。 リットはオークション会社サザビーズや、投資信託銀行農ンなどに投資しつつ、事務機器、リース業、保険関連会社などの買収を進めて、事業を拡大していった。1983年には、ニューヨークマーチャント銀行の株50%を買い、さらに、チャーターハウス銀行と合併し、チャーターハウスジェイロスチャイルド銀行を創設した。独立から4年にして、 資本金を4倍にした格好であり、シティでも有数の銀行として注目されるようになった。しかしこの直後から、これまで買収した企業の株を、次々と売却し、現金化して、溜め込むようになった。ちょうど1987年に、アメリカのオール街が暴落し、1990年からは、イギリスでも、サッチャー政権の金融緩和によって発生していた。 バブルが弾けたので、これは見事なタイミングでの撤退となった。リットがスペンサー伯爵家から沈借しているスペンサーハウス1985年にリットはダイアナ妃の父であるスペンサー卿からスペンサーハウスを96年契約で沈借し、2000万ポンドの拒否を投じてその内装を18世紀の状態に復元した。この修復作業は ダイアナ妃からも高く評価された1990年に、父ビクターが死去し、次第4代、ロスチャイルド団社会を継承する。同時に、貴族院議員に劣死、貴族院改革のあった1999年11月11日まで、在職している。しかし、政党には所属せず、中立派の議員として行動していた。資金がダブついていた。 ロスチャイルド協は、1993年から、投資管理会社リッドキャピタルパートナーズと投資、会社セントジェームズプレイスキャピタルを創設して、投資事業を再開した。さらに、アメリカにも、ロスチャイルド・ウォルフェンソン投資会社を創設する。ソビエト連邦が崩壊して市場が、自由化したロシアにも、関心を持ち、1992年には、 ロシアアメリカ投資会社の創設に協力した。1994年からは、投資会社、ロスチャイルドアセットマネジメントを創設して、バイオ産業に投資を開始した。2002年、メリット勲章の助勲を受けた。2003年から2008年まで、ビースカイビーの副社長を務めた。同じく2008年まで、RHJ インターナショナルの取締役を務めた。 2010年11月には、ジェニーエナジーの株5%分を1000万ドルで購入した。同社は2013年に、ゴラン高原南部に石油採掘権を獲得した。太平洋にも J ロートシルトインベストメント、マネージメントリミテッドという事業を持っている。役員の顔ぶれは、ギルバート・デ・ボットン、ジョン・ハート・シン、ピーター・ハワード、ピーター・オッペンハイマー、 デビッド・ウッド、リチャード・ウィルキンズ、ニルス・タウベ、エヴァ・シュロスの夫ズビー・シュロス、ニコラス・ロジーチ、デビッド・モンター・ギューなど、そうそうたるものである。コーンウォール・コーの統治を行う、公爵諮問会議の議員も務めている。ロス・チャイルド卿がかつて理事長を務めていた、ナショナル・ギャラリー。芸術家の保護に熱心であり、年間50万ポンドの寄付を行っている。 ナショナルギャラリーの理事長や国会遺産記念財団の会長、アシュモレアン博物館の外部委員会の委員、コートールド美術研究所の理事及び名誉フェローなどを歴任している。国外でも活躍し、ロシアのエルミタージュ美術館の理事、アメリカのプリツカー賞の会長などを歴任した。1995年には、ニューヨークのワールドモニュメント財団より、ハドリアヌス賞を受けた。 イスラエルでは、イスラエルのクネセトや、最高裁判所の建物を寄贈した財団、ヤド・ハナディブの議長を務めている。ユダヤ人政策研究所の名誉会長も務めている。このほか、オバデ・アルドロシード・ロスチャイルドが、存命時代に設立した、通信制大学、イスラエルオープン大学の総長代理として、大学運営に当たっている。 1990年3月20日の父、ビクター・ロス・チャイルドの死去により、以下の借位、順段借位を継承した。1961年に、セレナドンと結婚。彼女は、カナダの投資家の初代、順段借サージェームズ・ハメット・ドンの娘であった。彼女との間に、以下の4個を設けている。ありがとうございます。